天才的なアイドル性を持ってる。さくらはなんかちょっとタメに似てるとこあるよね。わかる。ユナモンは二人を審査する側になって本当に変わった。本当に強くなった。三人とも本当にいいものを持ってるから、それを本物にできるかどうかはこれからの全部全部これから自分次第だから、必ず突然で本物になって。はいはい。これで新生、コズミックエンジェルズ、これからよろしくね。よろしくお願いします。全員揃ったところでそろそろ言わなきゃな。何よ。あれ、えずっと言おうとしてたやつ。そう、みんな揃ったら言うって言ってた。言ってたよね。何ちょっと言いにくいんだけど、私から提案があって。なんかお腹痛い。ちょっとえ、ちょっとお腹痛い。えいつものことや。バイバイ。頑張ったね。またこれからよろしくね。あのさ、ちょっと言いたいことあんねんけどさ、ハナンとのタイトルマッチは決定なんすか？まだ発表がないからさ、公式から。そろそろ発表してくれんと。私、ワンダーのベルト持ってるだけのチャンピオンなんて嫌なんで。トロピカル戦争最後まで信じてついてきてくれて本当にありがとう。みんなも言いたいことここで言って。私が2023年デビュー組の中では一番早くデビューしたのに、ユニットも何もかも前より出遅れてしまってすごい悔しい思いをしたんですけど、今こうやってコズミックエンジェルズのメンバー、正式メンバーになれたので、ここからビジネスグループで追い返してみんなを追い越していきたいと思います。よろしくお願いします。まだまだこの3年でもいっぱいいっぱい練習してもっともっと強くなります。見ててください。皆さん期待してください。もっと大きくなるのか。はい。じゃあ私も
いやー久しぶりの後楽園めっちゃ楽しかったです。小ぐれも、こぐまも、うん、こぐまも今日は、まあ、勝った、まあ必然、自然の勝ちかな。私はゴテスもね、福岡でやりたいなって思っているので、まあどんどんね、やっぱ勝っていかないとね、見せつけていかないとね、はい、こぐまも私はあのアメリカで鹿島さきのまたハイスピードを手に入れたので、うん、ちょっと同じ相手にリベンジができるチャンスかなって。そうだそうだ、取っちゃおう、ね、はい、取っちゃいましょう。これ控えずにね、そうベルト総取り、総取りね、しましょう。はい、いやスタート。ほぐまも、こっちこっち。ちょっと誰が悪い、これ誰がすり取られた？私です。誰が悪い？でもファックだから助けに来てくれた。デブとかないから。だって一瞬の出来事だったんです。だってとかデモとか言わない。そうやって言い訳ばっかして、下も整理して、もっとちゃんと仕事して。本当こっち頑張って走ってんだから。いや今日全然走ってなかったような、見えなくなんかゆっくりに見えました。だってほら息上がってるし、マジでめっちゃもうやばい、もう汗とかやばいし。私の方が汗。さっきだってバックステージで水かぶってから、もう知ってるからね。もっとちゃんと練習してよ。一緒に練習しましょう。一緒に。おい、突然のプロミネンスだけど、あいつら全員で乗り込んでくる癖は変わってないようだね。カメラ初めて。初めて見た。みんな初めて見た。みんなでかいね。でけえよ。でもいつも言ってるでしょ。ショーはだよ、カメス。そういうことですよ。このゴクテスのベルトはうちらが一番似合ってる。プロミネンスなんかに渡すわけねえだろ。プロミネンスなんかにとか言ったらまた怒られるか。殴られる。マイクをしとけよ。あ、うちはね。なんだよ、帰ろうとするからさ。あ、ごめん、なんか喋ってじゃん。え、喋るの、あの、ね、喋れねえじゃねえかよ。ふざけんなよ、お前、もう帰るぞ。違うよ、ああ、バックリーグではさ、はいはい、決着もついてないじゃん。そうだね、そういう話。はいはい、オッケーオッケー。なかったの？久しぶりにやってきましたよ、スターダム。全員でね、乗り込んできたということで、まあ久々にあいつの顔見たけど元気にやってんじゃんね。ベルトまで巻いちゃって元気にやってんじゃん。偉くなったな。でね、いろんなやつとやりたい、いっぱいやりたい。それを阻むのがプロミネンスでしょ。マジすぐすぐ取ってやるよ。来週大阪楽しみにしてて。ビドロはまたスリーだよ。絶好調で見ての通り、まあアメリカで赤の挑戦したわけで、もう決まったでしょなあ、分隊だろ。おい、私の地元で、地元神奈川で、しかも何だっけ、何だっけ、名前でもこけら落としだっけ。そう、新しいとこでしょ。おい、ぶっ壊してやろうじゃねえかよ、最初からなあ。なあマイカ、二人で分隊ぶっ壊そうぜ。あ、一週間以上ぶりの試合、あほーえ。自分はいつも真っ向勝負で戦っちゃうから、ちょっともっと考えて戦わなきゃいけなかったなって反省して、次の赤の挑戦者渡辺桃本、せっかく戦える機会だったのに、次こそぶっ倒してやる。怖え。久しぶりに桃となんかダブルにノリでしちゃったりしたけど、最後バット、マジであいつ悪くなったよね。はあ、まあいいよ。大江戸隊に散々やられたお借りは、まあ、どこで返そうかな。まあ、私なりにしっかり考えて、どこかしらの大会でやり返すんで、楽しみに待っとけよ。
ターダム、ラストマッチありがとうございました。スターダムを、これぞスターダムを今日はね、たっぷり感じたかったけど、まさにその相手にふさわしいアイコンとスターダムの未来が詰まったハナン、この二人と対戦できて本当に良かったよ。そして隣には、はあ、シュリがいる、はあ、私はこの4年ちょっとの間本当にどうしようもなかった、レスラーとしても、まあ、人としてもどうしようもなかったけど、ここに来てたくさんの仲間と出会ってたくさんの経験して、ちょっとは大人になれたのかな。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。でもこれで終わりなんて思ってねえからね。ああ誰だか分かってんだろうな、ジュリアだぞ。ああジュリアはまた現れるんだよ、どこかで。お前らが想像もしてねえところでな。なあシュリー、またリングで、うん、会いたい。ジュリアがいたから今の私がある。本当に出会ってくれてありがとう。出会ってくれてありがとう。寂しいわちょっと。でもまた会えるよね。うん、また会える。とりあえずあの飯でも行こうぜ。行こう。あで私たちもちょっと未来のことをいろいろ語ってさ、おい19歳だかなんだか知らないけど、花うちらはな30歳過ぎてるけどなあ、これからなんだよ。というわけで今後のスターダムにも今後のジュリアにも注目しとけよ。アリベデルチ、サラマポ。この4人と同じ黄金世代で幸せだよ。私は本当に楽しい最後のスタートでありがとうございました。幸せです。はい、やっぱり今まで当たり前のように隣にいた宇多美さんが次からもういなくなるって考えるとやっぱり本当に寂しいけれど、やっぱり最後シングルマッチをしてしっかりと送り出したので私は悔いはないです。またネクストステージで会いましょう、ね、よろしく。大きくなります、待ってる。まあ私も宇多美は当たり前のように体格にいてたまに組むこともあったけど、体格の方が本当に多くて、追い越し追い越されたけど、今はもう越しちゃったかな。そんなことないよ。そんなことない。まあでもね、スターダム私がいるから任しとけよ。好きなだけ、うん、暴れてこい。悔いのないようにこのプロレスラー人生、終わらせることがプロレスラーにとって一番大事なことなんじゃないかな。宇多美の決断は間違ってないと思う。私たちの決断も間違ってないと思う。これからは別々になるかもしれないけど、でも黄金世代はね、2章でも3章でも4章でも5章でももう終わることのない物語だと思ってるから、今日で最後じゃねえよバカ。泣いてんじゃねえよバカ。バカどもよっしゃよっしゃ、泣いてねえこの野郎、ただの汗だこの野郎。本当だよ、本当だよ。本当によ痛み、唯一の熟成時いろいろあったよ。本当に唯一だからこそ思う気持ちがあって入って、しょっぱな宇多美はさもうてっぺん行ってさ、超悔しかった気持ちもあるしさ、でもこうやって黄金世代として自分だって食らいついてやってきて、今日宇多美から3取って
これからリーダーはもっと成長して、また今度はシングルでお前の前に立って、またスリー取って、もうこの差を差っちゅうのがない。同期ちゃんと10期生同期、そう見られる、ライバルとして見られる嫌になるよ。楽しみにしてるわありがとうね、今日私のわがままで組ませてもらったカードやから、もうすごい楽しかった。お前たち最高、素晴らしい、ありがとう。ありがとう、素晴らしい、ありがとうな、ありがとうな。じゃあ高見からお前らのこと見守ってやるよ。どこの高見だよ。お前らもっと私ぐらい成長しろよな。おい泣いてばっかいいんじゃねえよ。成長しろもっと。ありがとうね。ありがとう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 。すごい。ありがとう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 。すごいやん。すごい。シングルマッチするか。お。おいおいおい。そうはさせねえよ。おい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 。スターダムの命運をかけた2024年の超絶ビッグマッチ、4月27日横浜分隊開催。熱い戦いを目撃せよ。家出レスラープレゼンツオールスターグランドクイーンダム2024、宇宙にきらめく